でも押し込めるっていう状態が作れるんで、はい、すごく軸足の使い方っていうのは大事になってきますよね。なるほどね、はい、さあそれでは今日のゲームを振り返ってみましょう。初回この人の一発から始まりました。ファイターズはアリアンの先発、2試合連続ホームランです。第4号、これで1対0。それだけでは終わりませんでした。初回この柳田ギータの一発、2桁10本目。早くも初回から2対0とホークスがリード。2回です。ホークスはバンデハークの先発です。ワンアウト1塁、ここで石井和成、現在好調なバッティング、1人ホームに返す、タイムリーツーベース、これで2対1。そしてなおも満塁でこの人なんですね。加えてみましょう。プロ2号がなんと素晴らしい一撃になりました。逆転の満塁ホームラン、結局この一発が勝負を決めました。5対2。しかしすかさずそのホークの方も有原から中村晃タイムリーヒットで5対3としまして、すかさず2点差に詰め寄りました。3回、松田空振り三振、高田三振、稲宮はこのショートへのトップフライ、ランナー一塁いたんですけどチャンスを生かすことができませんでした。さあホークスのバンデンハーク、レアードをサードゴロです。5回のピッチングです。中田翔見逃しの三振、これはなかなかいいボールでした。そして清宮、ちょっとしたところで松田さん思ったんですよね。ちょっとバットの先でしたね。これもよく取りました。ピッチャーゴロ。回は6回、ピッチャー浦野に代わっています。これ二塁一塁からだったんですが、このチャンスでもやっぱりキャプテン内川打てませんでした。さあ7回ルーキーファイターズ西村、デスパイネ空振り三振、松田も、そして高田もこれサードゴロ、三者凡退です。デスパイネの登場、松田の登場。8回中田に代わって清宮ライトへ、あるいはと思ったも飛距離十分だったんですが、これが見え切れて大ファール。そして結局最後はフォークで空振り三振、清宮幸太郎登場です。9回、ファイターズはトンキン、上林が今日猛打賞、ツーベースヒット、この柳田の当たりに行ったかなと思ったんですが、これはセンターフライ、ちょっと走塁余ったんですが、タッチアップから三塁に進塁しました。内川はセカンドフライ、なかなか調子上がらず、そしてデスパイネも詰まってバットの先手ですね。フライセカンドへのハーフライナーということでゲームセット連敗という形になって最後に転落です。